ちらの乙女水晶の、端材ですね、こちらの方に穴開いてもらっています。このぐらいですね、穴が開きましたので、この角を取っていきたいと思います。さてと、角取り機終わりました。乙女水晶の端材を取りました。こんな感じになりましたね。はい、まずサザレイシーの、こちら穴開けた方はこんな感じになってます。結構角が取れたと思います。乙女水晶はその名の通り綺麗でして、その肌に触れた私は幸せでした。乙女水晶は今はもうなくなりまして、でも私の人生を変えてくれました。